ルートビヒアルフレードリッター・フォン・アイマンスベルガーは、オーストリアの軍人、戦闘車両の戦争を出版した。アイマンスベルガーは1878年11月19日に、ウィーンで生まれた。1905年、オーストリア・ハンガリー帝国の技術軍事学校を卒業し、参謀本部に勤務する。1911年には、技術軍事学校の教官となる。 第一次世界大戦が勃発すると、砲兵部隊の将校として、東部戦線やイタリア戦線に従軍する。1917年に中佐に昇進し、終戦を迎えた。大戦後、ウィンの士官学校教官となり、1921年に大佐に昇進する。1922年からは、陸軍省に勤務し、1929年に陸軍総監に就任。 1930年に、砲兵大将の階級で退役した。1934年、ドイツのハインツグ・デイリアンとオズバルト・ルッツの助けを得て、1934年に、ドイツで戦闘車両の戦争を出版した。この本は、ドイツ装甲部隊の電撃戦理論の基礎として、大きな影響を与えることとなる。第二次世界大戦でも、砲兵将校を務め、 1943年に退役した。1945年7月31日、インスブルックで死去する。アイマンスベルガーの長男ルートビヒは、有能な参謀将校で、ドイツ陸軍で大佐に昇進している。次男ロベルトもドイツ陸軍の将校となり、1943年にスターリングラードで戦死している。ありがとうございます。